小舟牛尾が死んだ。その連絡をもらったのは、東京でアルバイトをしている最中だった。生まれ育った人ヶ島を離れて2年。島を離れるとき、向こうに置いてきた後悔が、そして、もう叶えてやれないあいつの願いが、俺を打ちのめしてる。なんで、俺は牛尾の願いを聞いてやれんかったんや。最後に俺のカレーを食べたい。牛尾の願いはたったそれだけのことやったのに。牛尾、ごめん、ごめんな。最善の選択をしなければ影に殺される。タイムリープアドベンチャーゲーム、サマータイム連打アナザーホライズン、プレイステーション4、任天堂スイッチで発売。